すごいなさあこちらのお車なんですけども、これは3人ですよね。個人車持ってきちゃいましたね。田村さんの、原点バディすごい。34歳。じゃあもう新車で買われて、そう、もうずーっとずーっと熟成に熟成を重ねて、ハンバーグみたいなこと言いました、はい、これはまだファン、一ファンでなんとなく一生懸命買った。 GTR の開発チームにはまだ所属されてないんですか、ね、なかった時代です、はい、すごいな。ここがでもちょっと違いますよね。あのね、おっしゃる通り、これはいわゆるニスモっていう限定500台のグレードが、もうこれニスモなんですか。これは違うんです。これは普通に買った GTR なんですけど、その時使っていたグループ A 用のパーツ、まあ言ってみればフードリップと豚バラ、オーストラリアでバサーストで、要はレースでチャンピオンを取ったんです、うん、その時に何かこう東洋から怪獣が来た、うわゴジラだ、なんかちょっと顔形もそういう雰囲気がしたんでしょうね。目つきがこうで鼻がブヒブヒで、まあそう、まあ、言われりゃもうそうだよね。これがゴジラの原型だったんです。だ海外メディアとかファンの人がゴジラだって呼んでくれたんです。でこれがまあグループ A という、日本でいうと90年代に29戦29勝、全戦全勝した時の、まあパーツ全部買ったんですね。全部買ったんです。ニスモのグレードだけはこれとこれが最初からついてたんです、うん、ああそういうことか。グループ A 用として最初からついてた。じゃあニスモのフェイスしてるってことですね。そういうことです。なるほど。やっぱり冷えるんですよこれ。なるほど、はい、やっぱりこういう穴があると、ここに入っているラジエーターとかそういったパーツに風が当たりやすいと。でここに入れるんだけど、日差しがないとこれ上に逃げちゃうからちょっと出そう、まあ、こういう空力の原点が全部ここにあって、まあ、実はね、あの3号も全部そういうネタが生きてるんですよね、今もね。そうなんだ、はいはい、3号の原点あります、まあ、これは私が言い出したわけじゃないですよ、もちろん。だからこの時の開発チームのこういったフードからもうちょっと日差し出さないとここにはちゃんと入らないよね。こっからもらう空気もったいないよってことね。そうです、逃げちゃうんですよやっぱり空気って。へー、まあ、あとはまあこういったノーマル風っていうのが好きだったもんですから、ただホイールはこれ R34 の18インチが入っていると。ではエンジンルームに行きましょう、はい、実はコンセプトはすごくないんです。コンセプトはすごくない、わかんないでしょ。キノコさんはないなんですけど、これで600出るんです。なんで600出るんですか。いろいろ工夫してます。中が変わってんですか。変わってます、全部変わってます。例えばラジエーターもこれ実はノーマルじゃないです、アルミだったんですけど一応黒く塗って。本当だ、黒く塗っても別に速くはならない。光り輝くとチューニング風になるじゃないですか。エアクリーナーもマッシュルームタイプがついて、うんうんうん、いかにもにすると、あのメラメラの感じにするとね、そういう風にするよりは極力ノーマル風にするんですけど、じゃあ空気入らないじゃないかっていうことで、わかんないですかね、ここちょっと指入れてもらっていいですか。穴開いてるでしょ。穴開いてるよこれ。そこから600馬力分の空気吸うんです。こっから、はい、後ろから、ここだけで、はいはい、これだけで下の方に穴開いてるんですよ、ボッて。そうなんだ。そうそう、だから見えないように、あ、広い空間があるんですよ。あるんです、あるんです、中に、はい、中が広がってるね。でこういうところもちょっと触っていただくと、実はゴムじゃないです、鉄管が入ってるんですよ。本当だ、こういうとこ、中硬。そうだからターボの強い、まあ、いわゆる高い下級圧でゴムが膨らんだり縮んだりするじゃないですか。そうするとレスポンスが変わるんで、そういうとこ中に鉄管入れて、でもノーマル風にしたいから隠してる、隠してる、ノーマル風に見せたい。要するに俺最初からすごいぞっちゅうよりも、ちょっとなんか最初猫背で登場するみたいな感じじゃん。脱ぐと杖みたいな、こうちょっとなんかそういうのもいいじゃないですか。羊を皮をかぶった狼、勝負するとえらい速いとかえらい強いやつって、そっちの方ちょっとかっこいいなと。わかります、かっこいいですね、そっちの方がね。そうなんだ、すごい。これやっぱり600馬力を一つの頂点にしてまとめると、やっぱりグループ A が600馬力だったように、やっぱりタイヤって
一輪トラクションかかるのが大体今のストリートラジュアルのマックス、まあ、いわゆるそのいい性能のタイヤが150馬力ぐらいなんですよ。そうすると四輪駆動で600馬力ぐらいまででしょ。だからそれぐらいでバランスさせると踏んでて気持ちいいんですよ。そうか、4輪で600馬力。だから GT-R はニスモが600馬力でマックス、そういう領域がまあちょうどいいんですよね。さっきここ言っていただいたスペースあるじゃないですか、はい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 、このアイディアって33と34に生きてるんですよ。あ、そうなんですか、はい、だから横からそのスリットを例えば取ると、うん、33は横からそのいっぱいの空気を吸えて、で当時の N1 とかスーパー耐久に使ってたんですよ、うんうん、でこれここから来たんですよ。このアイデアを当時私がまだこのチームに合流する前にその先輩たちが見て、これいいアイデアだなとか言って、田村さんが勝手にやってたことを、そうです、その、ね、日産のチームが取り入れて、そうです、そうです、で3334の、レギュラーとしてなっていくわけですか。はい、なってきます。これあの見えにくいですけど、これフラットボトム、これも34とかこの辺使ってます。本当だ、あのそのままスポンダー持ってるわ。ままパッとこうあのカメラがもし入ったらこれ映していただけると思うんですけど、フラットになってる、34の V スペックがねこうなってるんですよ。そうなんだ、はい、フラットになっていて後ろまでフラットなんです。この車は後ろまでフラットできなかったんですけど、前をフラットにすることで空気の入っていき方、そこの中で乱流を切ると浮くんですよね、うん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 、だから空気抵抗を下まで考えてる。そうです、そうです。てかそれ全部生きてますよ。これみんなここであの下見ていただくと分かりますけれど、みんな平らになりました。本当だ。要するに見えないところは何もしなくていいやじゃなくって、見えないところこそ勝負がかかるんです。違いが出るんですよね。 ここが勝負の分かれ目になって、分かれ目、それも分かれ目だし、一つどうでもいい話をもう一個入れると、はい、このここでここを上がってくる空気がぐるりんちょと回って、これカーボンセラミックブレーキですけど、ここものすごい熱がこもるので、それを吸い出すんですよ。だからこう上がってぐるぐるっと回ってこう吸い出すんです。じゃあこれがなかったら吸い出せないですか。吸い出せないです。これ何の変哲もないように見えるけど、これめちゃくちゃこの角度とこれ意味なんですよ。すごくとんでもない意味がある。とんでもない意味があるんです。このしかも角度、それ角度でこうトルネードが要するにギュッとこう回って負圧ができて引っ張り抜くと、熱い空気が抜けると、これあのだから意味あるんですよ。これ全部当たり前ですけど、全部意味があって、意味がないものはつけられないですよね。これは何の意味があるんですか。あ、それはもうあの、まあ、吸気か、吸気っていうか、まあ入ってタービンを冷やすとかね。2つタービンが左右にある。これもそれはね、この辺から抜けてきて、いわゆるラジエーターの熱が抜けたりとか。え、こっちの T スペックと、これはねないんです。これはないんですよ。 T スペックはそこまでこう走りでいかないんですよ。ニスモまでにはいかない、はい、GT の方ですね、はい、だからこれは GT だからエスコートあるじゃないですか。エスコート、女性、あ、はいはい、だから乗っていただくときに足下ろしの場所、ここが足下ろしの場所なんですよ。はあ、つまりだからここがちょっとえぐれてるんですよ。足をそこから出してみてください。こうか、そうなんです。ほら、だからここがそうなんです。そうなんです。でそれと同じことをニスモでやるとピンヒールで蹴破られちゃうんですよ。ニスモの汁を。ニスモはレースでしょ、空力優先だから一番いい空力のためにまっすぐ通しちゃったんですよ。ここ本当だ、踏み抜かれちゃう時あるんですよ。これガビってこう。じゃあ乗っていただきましょうか。どうぞ、うん、さあ降りるぞという時にこう踏んじゃうもん。なるほど、女性もGTR に女性のこと考えて。当たり前ですよ。ピンヒールで乗る方を想定して。まあ、もちろんです。はあ。やっぱりこういうところにも GT をフォーカスするための GTR、うん、GT が強いんですよね。GT ですね。長距離ドライブとか、はいはい、こっちはもうサーキットの言う1000分の1秒、そんな1000分の1秒勝負してるときにその助手席のことまで考えてられるかと。大事な空力のパーツなんで、やっぱり切れるとちょっと弱くなるんです。ここはこの人はそこまで求めちゃいけないですよね。やっぱりだからシートも乗り心地だとか、やっぱり包み込む包容力ですよね。やっぱりどっちかっていうと、まあ、世の中の方も GTR っていうぐらいだからレーシーでいいんだろうっていくんですけど、あまりにもレースを強くしてしまうと普段に使えなくなっちゃう、まあ、嫁に怒られるとか
だ簡単にですよ、はいはい、田村さんっていつ喋り終わるんですか。あ、ごめんなさい、違うんですよ、ずっと喋ってられますよね。あの一晩でも二晩でも車のことだったの。いい意味の話